僕は日本でまあずっと生活してるんですが、まあ、その美術の表現においても日常というものをすごく大切にしてて、それで家の近所とかでその何気なくあるものを見つけたり、まあ、それを表現したりすることをしているんで、まあ、そういったタイトルにしました。アニメや漫画、ゲームにそういったその日本の、あのカルチャー、まあ、サブカルチャー、まあ、それに特化してそれらにのめり込む人のことを、まあ、オタクと、まあ、言われると思うんですけれど、可愛いというものが、まあ、表現があると思うんですけれど、可愛いだけでは、まあ、その満足いかないというか、その子が、まあ、例えばナイフを持ち出すような相反することもキャラクターに求めてしまうということで、両方の相反するものが内在してるしていたりするのが好みだったりということがあるんだと思います。その中で、まあ、80年代にかなり作風形式がその、まあ、設定がかなり目が大きくなってきて、すごく、まあ、現実とはかけ離れてるというところも含めて、まあ、面白いなと思って、そういった漫画の絵を描いたり、まあ、小さい頃描いてたりしてたんですけれど、それとは、まあ、また別で美術教育を受け始めて、そのジャパニーズカルチャーとは別でアートのに興味を持ち始めたんですけれど、アートの教育というかその自体もやっぱりそのジャパニーズカルチャー、サブカルチャーはまあ否定されてたんですけれど、まあ、そこで両方アートでそのジャパニーズカルチャーを使ってみたらどうかなって思う、まあ、村上さんの作品とか見始めて僕もやってみようと思い始めました。まあ、新しい試みとしてはいい加減さだったりとか、まあ、ふざけてるようなことであったりとか、そういったことを、まあ、背景とかで表現して、まあ、汚いものであったりとか、まあ、汚い色使ったりとかスプレーを使って、そういった、まあ、いい加減さの良さみたいなのと、まあ、表現できればなと。ミラミカティさんはもともと僕の作品を、まあ、10年以上前からコレクションされてる方で、気に入っていただいているようで、僕が描くキャラクターとかを、まあ、それで話をいただいたんだと思います。